HDMI とかのケーブルが刺さってるんですよ。だからこれをうまく取り回しながらこうやって後ろを向けて何か刺すと結構大変なんです。ミニ PC は結構近くで使うのでファンの音が気になるとですねイライラすると思います。こんにちは、戸田悟です。今回は性能だけじゃないミニ PC の選び方ということでですね、いろいろとですね、注目ポイントを紹介していきたいと思います。ミニ PC ね、買おうと思って検討されている方はぜひご覧いただければと思います。初心者の方にもね、わかりやすく説明しています。ミニ PC たくさん並べてますけれども、今回はですね、価格と性能だけじゃないミニ PC の選び方というお話をしたいと思います。価格と性能を中心にしたね、性能っていうのはスペックですね。CPU とかメモリーとかね、SSD とかいろいろありますけれども、そこについては別の動画でね、紹介してますし、随時ね、新製品どんどん出てくるので、また近々アップデートしようと思ってますが、まずですね、価格や性能以外にもこんなに注目するべき点があるんだよというところをですね、今回まとめてお話したいと思います。これからですね、ミニ PC についていろいろと説明していきたいと思いますけれども、まずですね、大変にたくさん僕のね、動画にコメントいただいてるんですけれども、使って大丈夫みたいな話が多いんですよ。で、特にね、修理とかサポートについて聞かれる方が多いんですけれども、まずね、大前提として考えていただきたいんですけれども、これね、安いには理由があるという動画もアップしておりますが、非常にね、低価格の製品はやっぱりサポートとかね、そういった体制にはあまり期待しない方がいいと思います。現実的に3万円、4万円、5万円で売ってるミニ PC にすごい丁寧な、懇切丁寧なサポートがついてくるっていうのはやっぱりね、そこは期待しちゃいけないと思いますね。で、購入する際にまずね、チェックしてほしいポイントが保証期間なんですよ。まずね、ミニ PC は保証期間が過ぎたら直せないと思った方がいいと思います。もちろん大手メーカーのものは直せる可能性が高いと思いますが、いわゆるね、Amazon とかで販売している手頃な価格のメーカーのミニ PC は保証期間が過ぎたらお金を払っても直せない可能性が高いと考えてください。で、ミニソーラムはほぼ2年保証、ギーコムは3年保証がついてるんですね。この保証期間にまず注目しましょう。1年保証、2年保証、3年保証等がありますので、まずね、自分が買おうと思ったら保証の期間をチェックしてください。で、保証がついてればその間に壊れても交換してもらえると思います。なので、特に高い製品ほど僕は保証期間が長いものを選ぶことをお勧めします。ただ、最初にお断りしておきますが、ミニ PC って思ったより壊れません。普通のパソコンが壊れ方がね、100だとするならば、90とか85ぐらいかなと、僕の感覚ですけれどもね、思います。僕大量に使ってますけれども、ほとんど壊れてません。50台ぐらいを使って、もちろん日常的に使ってるのは、累計十数台ですけれども、うち壊れたのが1台。2台ぐらいですね。壊れたうちに入んない故障もありましたけれども、1、2台、多く見ても3台ぐらいです。USB が認識しなくなったとかね、HDMI が1個、表示しなくなったんで別の方で使おうみたいなことはありました。ただ、本当にね、起動しなくなったっていうのは1台ぐらいでしたね。ただそれも僕の場合って先行品をレビューしてるので、販売されてる製品よりは壊れる可能性が高いものをレビューしてるんですね。はい。で、ただ注意点は、故障したら交換になる可能性が高いので、バックアップは必ず取りましょう。で、ちなみに大手メーカーのパソコン、故障したら交換ではなくて修理してくれる可能性もかなりあります。交換になっちゃうこともあるし、そもそも修理費が見合わないので直してもしょうがないですねって可能性もあります。で、どんなメーカーでも中に入ってるデータは保証してくれません。なのでバックアップは自己責任で取らないとパソコンの場合はダメです。ただし大手メーカーの場合は、保証しないけれどもデータは残ってくる可能性がそれなりにあります。で、ミニ PC の場合はほぼ交換になるのでデータ消えると思ってください。なので必ずバックアップは取りましょう。で、大手メーカーもミニ PC 扱ってます。HP とかね。で、これから ASUS も盛んに取り扱うようになると思います。なので不安な方は大手メーカーを選んでください。その分価格高くなりますが、それはもう当然です。そこは皆さんの選択です。で、僕は思ったほど壊れてないので、そこでね、メーカー選んだりしてません。基本的にはあまり壊れないだろうという信念のもとで選んでますが、当然大手メーカーでも壊れるので、そこはね、もう皆さんのご判断かなと思います。で、格安のミニ PC の中でも、例えばミニソーラムなんかは家電量販店でも販売してるんですよ。だから実物が見たいとなったら、そういうメーカーのものは見ることができますね。大手メーカーのものでも見られないものはたくさんあるので、まあ、そこは自分でね、買いたいモデルの情報を収集していただければと思います。続いてチェックしていただきたいのはですね、拡張性の位置と数なんですよ。ここにね、同じミニソーラムのミニ PC が3台並んでます。で、性能とか云々は別にして、まずね、正面の端子を見てください。このモデルはね、正面に Type-C の USB4 と Type-A 合計3個ついてますよね。このモデルは Type-C が2個ついてるんですが、Type-A ないんですよ。このモデルは Type-A2 個ついてるけど Type-C ないんですよ。これはね、これが一番使いやすいです。実際に毎日使ってみると分かります。正面は頻繁に抜き差しするものをね、基本的にはつなぎます。例えばね、マイクとかね、スピーカーをたまに使うとか、何かカメラから取り込むのでカメラつなぐとか、SSD を挿してね、データを転送するとか、USB メモリを使うとか、そういったね、一時的に挿して使う端子が正面に基本的には来るというか、そういう使い方をすると便利なんですが、Type-C と Type-A が正面にないと、これね、後ろ向けて挿さないといけないんですよ。で、これね、今何も刺さってないので気軽に後ろ向けられますが、ここに全部ケーブルが伸びてくるので後ろ向けるの大変なんですよ。ちょっと実際の状況を見てもらいましょう。はい、こちらね、僕がもう普段使っているミニ PC なんですけれども、このモデルは正面に Type-C と Type-A が2個ありますから、何かをね、接続するときはもう正面からこうやってピッてつないで接続して利用できるわけですよ。でも当然便利なんですが、これをね、後ろにつなごうと思うと、皆さん後ろにはすでに当然ですけども電源とかね、 HDMI とかのケーブルが刺さってるんですよ。だからこれをうまく取り回しながらこうやって後ろを向けて何か刺すと結構大変なんです。なのでここはね、気づきにくいけれどもかなり重要なポイントなんですね。で、こういう形の配列だったらこうやって奥に入れていつでも抜き差しできるので、やっぱりね、正面に Type-C1 個と Type-A1 個がついてる製品はもうこれね、必ずチェックしていただきたいなと思います。で、ついでに電源ボタンがほとんど正面にあるんですが、たまにね、上だったりするモデルがあるんですよ。で、ランプも見づらいとかね、電源入ってるかどうか見づらいっていう製品はいまいちです。あとね、電源ボタンが本体を押さえてギュッと押さなければ灰にならないモデルはちょっと使い勝手よろしくないですね。で、拡張性と電源ボタンの位置とかね、光とかは大体僕のレビューでお話してますので、まあ、そこをね、見ていただければと思います。はい、拡張性で必ず気をつけていただきたいのが外付けモニターとの接続なんですよ。ミニ PC ってね、当然自分自身にはモニターを持ってませんから、モニターを外付けします。で、皆さんが持ってるモニター、もしくはこれから買おうとしているモニターの接続がどれでできるかをチェックしなければなりません。で、基本的にはこの HDMI は必ずついてます。ここにもね、HDMI ついてますね。ところがこれ見てください。これディスプレイポートっていうんですね。高性能モニターとか高価なモニターとかゲーミングモニターとかには結構このディスプレイポート接続があります。で、こっちの機種ディスプレイポートがないじゃないですか。なのでディスプレイポートのモニターにはつなぎづらいので、こっちを買うのはやめた方がいいですよね。ディスプレイポートを持っている、モニターとつなぎたいならば。ただそのモニターが、ディスプレイポートと HDMI 両方がモニター側にあれば HDMI でつないでも構わないわけですよ。ただね、買った時って1画面で使ってるかもしれませんが、ゆくゆくはやっぱりね、マルチモニターって言って2画面とか3画面にしたくなると思います。その際に HDMI が2個なのか、ディスプレイポート1個と HDMI なのかで随分状況が変わってきます。で、安くて手頃な価格でそれなりの画質のモニターは大体 HDMI なんですよ。ですごい高いモニターが大体ディスプレイポートなんです。で、高いモニターは大体両方持ってます。だからつまりポイントはですね、手頃なモニターを並べて使いたいなら HDMI の数が多くないと困るよねっていう話なんですよ。選択肢的に。で、あとは USB Type-C でも接続できますが、USB Type-C で接続できるモニターはやっぱり高いんです。だからモニターにコストをかけないけれども、なるべく2画面3画面並べたいよっていう方は HDMI がその数あるかどうか。ただね、3つってないです。まず2個までです。あとは USB でつなぐのが一般的ですね。こんなモデルはね、非常に珍しいんですけれども、 HDMI が2個にディスプレイポートが2個ついてるんですよ。で、合計4画面出せると。で、このモデルはですね、2way のコアボックスの第5世代のモデルなんですけれども、まあなかなかね、こういう配置はないです。なので今ね1画面しか使わなくても将来どれをつなぐのかどのモニターをつなぐのか、なるべく予想して考えて選択するべきだと思います。ミニ PC は拡張性が高くていろいろ増設できるのが便利なんですが、初心者の方は最初から自分の求める性能のものを買っちゃった方がいいです。実はねその方が割安だったりします。自分でメモリーとか SSD を買ってね増設すると結局割高になるっていうのは、もともとついてたものが使えなくなるわけじゃないですか、基本的にはね。なので割高になります。もちろんね SSD が2つさせれば後から1個追加する場合は元々も使えますけどね。頻繁に何か差し替える方はやっぱりこういうね開けやすいモデルが僕はおすすめです。ネジをね4つ回して丁寧に外していくという作業は結構大変です。で、あと内部の構造も見ておきましょう。メモリーとかね SSD、 あとここにねこのモデルハードディスク等をつきますけれども、使い勝手がいいかどうかチェックしましょう。でこれは、ね、必ず僕の動画で内部はねもう9割ぐらいの製品は紹介しているのでチェックしてください。で繰り返しますが、初心者の方はもちろん動画はぜひ見ていただきたいんですが、すぐに増設を考えずに必要なスペックが全部入っている、ちょっと値段高いかもしれませんが、例えばメモリーもね16より32を最初から選ぶとかしておいた方が結果として割安になりますから、そこはね是非念頭に置いておいてください。この PC ね今モニターの下に置いています。でミニ PC って使う自分との距離感が近いんですよ。ノートパソコンよりは離れますけどね、デスクトップだと床に置いたりするケースも多いじゃないですか。ミニ PC は結構近くで使うのでファンの音が気になるとですねイライラすると思います。でうるさくてしょうがないっていうですね気持ちになることもあります。特にね高い処理を行うとファンがうるさいんですよ。だから動画の編集とかね、される方、あと CAD とかね 3DCG とかのね作業をする方、 Excel ですごいね計算をする方などはファンがかなり回ると思いますから、ファンの静かな製品を選んだ方がいいです。で僕はねいつもこの騒音計測アプリで計測して、レビューでお届けしてますから、必ずねこのファンの音はチェックしておいてください。単にボリュームの大小だけではなくて音質も重要です。さーっていう音は比較的気になりにくいと思います。キーンっていう音は小さくても気になりやすいと思います。その辺も僕の動画では必ずね、お話していると思いますのでチェックしていただければと思います。この製品ですね OS Windows 11 Pro なんですよ。プロでプロとホームがあります。初心者の方はよくわからないかもしれませんし、実はねホームでも問題がないんですが、ミニ PC はプロがね安く買えるケースが多いです。なのでもしねプロだったら喜びましょう。わざわざプロを選ぶのはもうベテランでよく知ってるユーザーの方だと思いますが、プロだとですねビットロッカーというね、暗号化が使えたり、あとリモートアクセスがしやすかったりと、何言ってるのかよくわからないかもしれませんが、1年後2年後にね、もっとセキュリティを高めたい、盗まれてもね、不正にアクセスされないようにしたいとかね、外出先から自宅や会社にあるパソコンを操作したいってなった時にはこのプロが生きてくるというわけです。以上、スペックと値段だけではないミニ PC の選び方紹介しました。是非ですね製品を選ぶ時の参考にしていただければと思います。でスペックとね価格等々の部分はまたね、時期を見てアップしていきたいと思っておりますので、ぜひ僕のチャンネルご注目いただければと思います。以上、性能だけじゃないミニ PC の選び方紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップスタートしておりますので応援よろしくお願いします。メンバーシップのメリットとしてはですね、動画の先行公開。これもう週に5本ぐらいは先行でね公開しております。さらにですね戸田悟ファンクラブに無料でねご招待いたします。でこの戸田悟ファンクラブでは僕がレビューした製品の一部を毎月ね抽選でプレゼントしております、確率がね低い時も当たりやすい時もありますので、製品を選んでね応募していただくの楽しいと思いますので、是非応援よろしくお願いいたします。